さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。季節が前回の動画の時点から3週間進んで、暦の上では9月中旬になりました。撮影を行った2日間の天気は晴れでした。上空の雲の形からはすでに秋の気配が感じられます。平地の草原を埋め尽くしているのは依然としてオオハンゴン草です。その一方でセイタカアワダチ草がやはり黄色い美しい花を咲かせているのがそちこちで見られます。秋に咲くセイタカアワダチ草を越冬期に向けた重要な蜜源植物として位置づけている地方もあるようです。しかしこの地方ではご覧のようにオオハンゴン草が優勢であるために、ミツバチはもっぱらこの花から蜜を集めているようです。ミツバチには同じ花だけにしか通わない蜂花の一定性と呼ばれる習性があります。ところで撮影を行った2日間の日中の気温は25、6度で秋だというのに、こうした暖かい日が続いています。この地方の平年の9月の平均最高気温は20度程度ですから、それをかなり上回っています。要するにこの地方もご多分に漏れず地球沸騰化の影響を受けているわけですが、その養蜂業への影響の一つは自然界のスズメバチの個体数が明らかに増えていることです。スズメバチの繁殖期間が長くなったことが個体数の増加をもたらしているようです。スズメバチ対策についてはこのシリーズでも過去に何回かにわたって紹介してきました。簡単に復習してみますと、まずご覧いただいている巣門へのビーガードの設置です。続いてやはり巣門付近への長野式スズメバチ捕獲器の設置です。このトラップではスズメバチには上に向かって歩いていく習性があることを巧みに利用しています。3つ目は市販されているネズミ捕り用粘着シートを転用したトラップです。4つ目は最もプリミティブなものですが、網で捕まえて捕まえた個体を踏むなどして処分するというやり方です。スズメバチが網を使いづらい狭い場所に入り込んだ場合にはハエたたきで叩くのも一景でしょう。ところでここでは新たに非常にシンプルなトラップを紹介しましょう。それはペットボトルの横に穴を開けて入り口とし、中に誘引物質を入れてそれに誘われて入ってきたスズメバチを溺死させるというものです。誘引物質としてはいろいろなものが考えられますが、糖分が入っているとミツバチがトラップにかかる恐れがあるので、そういうものはおすすめしません。この経営では敵とはいえ来客に敬意を表してスズメバチをもてなすために、なんとワインをトラップ液として使っています。以上ざっと見てきましたが、昨年まではこうした対策を組み合わせながらなんとかスズメバチの攻撃からミツバチのコロニーを守ることができていました。しかし今年は状況が違います。ご覧のようなスズメバチによる大量殺戮が起こってしまいました。ジェノサイドはどのようにして起こったのでしょうか。それはこうしてビーガードにたむろして巣のガードを行っているミツバチを数頭の集団のスズメバチが襲ったことによります。巣を守っていたミツバチがやられると、巣の中から次から次とミツバチが出てきてスズメバチに立ち向かい、それらもやられて結局獅子類類の大量殺戮になってしまったのです。こうした状況を見かねた経営主は最寄りのホームセンターで網目が9ミリのナイロンのネットを買ってきて、それを用いて巣箱の前の半分を覆うことにしました。巣箱にはもちろん巣門があります。しかし巣門にビーガードを設置するとミツバチは今度はビーガードの出入り口を新たな巣門として認識するようになり始めます。そしてビーガードで巣の護衛を行うようになります。そこにスズメバチが襲いかかったわけですが、それができないようにするために、つまりはビーガード付近で巣を護衛しているミツバチを守るために網をつけたのです。昨年までは大量殺戮は起こらなかったので、こうした対策は特に必要はありませんでした。
温暖化が地球沸騰化と呼ばれる新たな局面に至ったことが、スズメバチの大量発生となって現れているのです。そしてそのことが、従来とは質的に異なるスズメバチ対策を要求しているのです。スズメバチも、例年になく拡大する自分たちのコロニーを維持、発展させるために、必死になって食物を探し回っており、そのため、ミツバチの巣に蓄えられた資源を狙って、侵略的な攻撃性を強めているのでしょう。さて、この映像を見ると、ミツバチは、依然として、ビーガードの出入り口を守ろうとしています。新たに設置された網のどこかを出入り口として認識して、そこに防御ラインを作る様子は見られません。これだと、巣の護衛を担当しているハチたちは、スズメバチの攻撃から保護されています。ただし、応急的な対応として設置された網には、スズメバチの当面の攻撃を防いだという著しい効果があった一方で、いくつかのさらに検討すべき問題点が残されています。その一つは、ご覧のように、働き蜂の網の通過が、必ずしも、簡単に行われているようには見えない点です。このことが、蜜蜂による、蜜や花粉を集める活動に対して、何らかの否定的な影響を及ぼすようなことはないのでしょうか。また、網は巣箱に紐で縛り付けてあるだけなので、巣箱と密着していません。網と巣箱との間には隙間があり、そこからスズメバチが侵入してくる可能性があります。そのため、ビーガードの設置は依然として必要不可欠です。さらに、時間とともに網は劣化し、破損しますが、どのぐらいの頻度で網を更新しなければならないのかは、現時点ではわかりません。こうしたいくつかの検討すべき問題点はありますが、大量虐殺につながる、ビーガードにたむろしているハチへの攻撃がなくなった意義は非常に大きいです。また、網を設置してから、スズメバチが巣の近くに現れる頻度自体が低下したように思われます。そこには、これは厄介なことになったぞという何らかの判断がどこかで下されているのではないか、そしてそうした判断をスズメバチコロニーの内部で共有するための何らかの仕組みが存在しているのではないかと思わせるものがあります。ところでここまでは増長するスズメバチの侵略からミツバチのコロニーをどうやって守るのかという話をしてきました。しかし地球沸騰化に伴って繁殖力が増しているのはスズメバチだけではありません。他ならぬミツバチの女王バチが9月中旬だというのに、未だに非常に旺盛な産卵を行っています。映像は、働き蜂の有害法事で埋め尽くされた巣碑です。有害法事、ですから、産卵は10日から20日前に行われたことになります。これを見ると、ミツバチは、スズメバチによってもたらされた大量死に、大量産卵で対抗している、と言えるかもしれません。地球沸騰の状況下で、スズメバチとミツバチとの間のせめぎ合いが、より高い次元で行われるようになっているのです。なお、大量の卵が産みつけられているのに、オオワンは1個も見当たりません。旺盛な産卵は、越冬を控えて、コロニーの個体数を増やすために行われているのであって、分蜂と結びつくものではありません。もっとも、女王蜂が大量の卵を産み、そこから孵化した胞子が順調に成長して無事に出房するに至るためには、働き蜂が集めてくる十分な量の食物の裏付けが必要です。実は、動画撮影の前日に、この経営では、今年最後となる予定の採蜜を行ったところでした。もう採蜜を行わないとなると、巣箱の中の巣板の枚数を減らします。これは、蜜を絞った後の、今年はもう使わない巣板です。そうした、役目を終えた巣板は、蜜を絞った後で、蜂がいる巣箱の中にはもう戻さないで、こうやって、しばらく、巣箱のそばに置いておきます。そうすると、絞りきれずに巣碑に残っている蜜を、蜜蜂が回収しに来ます。なお、こうやって角王板と網を上からかぶせているのは、スズメバチが侵入してくるのを防ぐためです。先ほど言ったように、前日まで経営主は、今年はもう
採蜜を行わずに巣箱の中に残っている蜜はすべて越冬用としてミツバチに預けるつもりでいました。しかしミツバチが依然として大量の蜜を花から集めてくるので、一晩を経て考え方を調整し、もう一回採蜜を行うかもしれないと考えるようになりました。つまりミツバチの集蜜は非常に活発に行われているのです。以上、地球沸騰化の時代の到来が養蜂に及ぼす影響の話でした。今回はここまでです。登録・高評価で応援していただけると大変に嬉しいです。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう、さようなら。